どないしたジョニー君どうす、ジョニー君どうす、いろんな角度からジョニー君どうすかんでもうたけど、右からかん、おい、左からかん、あ、かんでもうた、なんか今な、はぁ、やっとるんよ、ちょい、待っとって、な。で、今日な、やるんはな、ワンピースの考察やね。ワンピースの考察でな、カイドウのな、能力が分かってもうた、どないしよう。でな、あれやね、ちょ、ネタバレ注意やわ。ネタバレ注意やから、最新号のな、あのな、おでんとな、カイドウがな、戦ってるとこ知らん人は、見ん方がいいかもしれん。でな、あれやね、まずな、わかったわ。カイドウはな、あれやわ、ヘビヘビの実やね。でな、幻獣種、モデルドラゴンやわ。でな、ヘビ言うんはな、もうな、東洋とかこっちやわな、恨みの生き物やないよ。恨みの生き物でな、ドラゴン言うんはな、竜の激鱗に触るってあるやろ。竜の激鱗に触れる言うんから。そうやから、要はな、多分カイドウの能力はな、倍返しやわ。こうな、食らったダメージをな、蓄積してもうて、で、それをな、相手にゴーンってな、当てる能力やわ。倍返しの能力やね。でな、それ重たいんよ、結構な、重たんがな、カイドウとな、ルフィがやり合ってやろう。その時にな、ルフィがな、あのドラゴンのカイドウをな、ゴーンってな、やっとるんにな、ゴーンってやったやんか。それなんにな、なんやろ、なんかドラゴンから人間に戻ってな、雷鳴八景言うてな、ルフィな、一撃でやられたやんか。雷鳴八景もな、八景もな、中国武術やんか。そやからな、ちょいその恨みの能力言うんかな、やっぱ倍返しの能力があるんちゃうって思ってもらう。なあ。でな、あとな、これあれやで、最新のやで、おでんもな、おでんもな、ドラゴンの状態のな、あのカイドウにやったんに、なんか人間に戻ったカイドウにやられたやろ。一撃で、まああれ、吹いつかれたもんって感じやけどな。で、一撃でやられたやんか。そやからな、やっぱ俺の能力なんかな、思ってもうてな。あと一個不思議なんがな、空島からな、カイドウ飛び降りたやろ。飛び降りた先にキッドとかおったやろ。あれもな、もしかしたらな、空島から飛び降りたダメージをな、体に蓄積してもうて、飛び降りた先におったな、キッドなんかがおって、そこゴーンやったんちゃうってちょい思ってまう。いうわけでな、わしが思ったんは、あれやね、カイドウインは、ヘビヘビの実、幻獣種モデル、ドラゴン、やって、うん。な、でな、恨みの能力やね、ヘビ言うたら恨み、ドラゴン言うたら、竜の激鱗に触れる、どやいうわけで、よかったら、な、ここまで見てくれて大きいに、ちょい、逆だと思った。チャンネル登録、高評価、よかったらバク転3回よろしく頼ます。ほな、あったかくして寝るんやで。チェス。